イスカンダルサニアラウッティン・ムハヤット・シャーは、アチェ王国の第十三代スルターン。1610年に、パハンの第十一代スルターン・アフマド・シャー二世の息子として生まれる。1617年に、アチェのスルターン・イスカンダル・ムダによって故郷が征服され、家族と共にアチェに連行される。イスカンダル・ムダの娘、タジ・ウルアラムと結婚し、1636年に、 イスカンダルムダの後を継ぎアチェの王位を継承する。イスカンダルサニは1629年の海戦で、アチェ艦隊が弱体化していたため外政で勢力拡大を図ることができずに内政に専念し、イスカンダルムダと同様に貴族たちを抑え王権の維持に努めた。しかし、イスカンダルムダの死後、貴族たちは勢力を盛り返し、王妃たち、ウルアラムを王位につけくぐつとした。 イスカンダルサニの宮廷は、イスラム教教育の中心地として栄え、1637年に、グジャラートからアチェを訪れた学者ヌルディン・ワルラニリを、庇護した。ヌルディンは、アチェ宮廷の学者たちの書物を批判して新たな、文学的、宗教的規範を確立し、それまでのイスラム書物を燃やすように、イスカンダルサニに指示している。ありがとうございます。